はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回布団の上でも簡単にできる腹筋メニューをやっていきましょう。10分間ありますけども、休み休みマイペースで行ってください。で、しっかり腹筋を長い時間行うことで腹筋の奥までしっかり鍛えることができます。ずっと追い込むんではなくて休憩挟んでも OK です。とにかく最後10種類のメニューをやりきることが肝心です。一緒にやっていきましょう。はい、準備していきましょう。1種目目はだるまのように転がる腹筋です。できれば手は軽く添える感じの方がお腹によく効きます。もし起き上がれない方はですね、少し揺れるだけでも OK です。布団やベッドの上だと結構難しいと思うので、少し揺れるだけでお腹に効いてます。できれば起き上がるときに息を1回ずつ吐いてください。最後まで楽しんでいきましょう。あと5秒です。今度は膝を伸ばしたり曲げたりします。足を伸ばした時に腰が浮きやすいので、足を伸ばした瞬間すぐ膝曲げてください。できるだけ足を伸ばす時は息を吐いてください。腰はしっかり床についている方がお腹によく効きます。どうしても腰が反れてしまう場合はお尻の下に手を入れてください。お尻を高くすることで腰がつきやすいです。腹筋に効かないなって方は足を低めにすると OK です。あと5秒です。はい、お疲れでした。3種目目頑張っていきましょう。さっきよりは少し楽です。片足ずつ伸ばしていきます。いきましょう。これも腰をしっかり床につけてください。足を伸ばすたびに息を吐いてください。吸って吐く、吸って吐くといった感じです。あんまりお腹に効かないかもしれませんけども、足を伸ばしてるだけで腹筋の奥に効いてます。腹直筋にはあんまり効いてないですけど、お腹を引っ込めてくれる腹横筋には効いてます。頑張っていきましょう。あと5秒。今度は布団やベッドだと少し難しいので、逆にそれがよく効いて OK です。お尻を浮かせたり下ろしたりします。これでウエストをしっかり使うことができます。もしベッドがふやふやで難しかったらですね、ちょっと腰が上がるだけで OK です。同じように動いてください。これは呼吸はあんまり意識しなくても OK です。あと少しです。結構辛いですよね。ベッドや布団が柔らかいほど肩が疲れます。ちょっと肩が痛いかもしれませんけど頑張りましょう。はい、 OK です。次反対いきます。さあ頑張っていきましょう。結構ベッドの人は辛いと思いますが、頑張ってください。あと少しです。
肩がだるい、とっても肩がだるい、もう少し、オッケー、肩がだるい、肩回していきましょう。はい、今度は膝を90度よりも少し緩い感じで膝を曲げて太ももを動かしていきます。下腹しっかり効かしていきましょう。腰が浮かないようにやってください。足を上げるときに息を1回ずつ吐きます。吸って吐く、吸って吐くといった感じです。徐々にお腹が疲れてきてると思いますけども頑張りましょう。お腹が痛い方は少し休んでください。5秒ぐらい休んだらまた戻ってきてください。オッケー、よく頑張りました。今度は膝を肩幅に広げて手を合わせて右の膝タッチ、左の膝タッチっていう感じでやっていきます。しっかり上半身を起こして膝をタッチです。もし起き上がるのが辛い方はももの真ん中ぐらいでも OK です。立つ方は膝です。1回ずつ息吐きます。ふう、吸って、ふう、吸って、ふう、吸って、ふうといった感じです。しっかり背中を丸めてお腹に力入れてください。結構辛いと思います。頑張りましょう。お腹が熱い、腹筋に効いてる。残り5秒。 OK、 腹筋休めてください。今度は首が少し疲れると思いますけども休みながらやってください。背中を丸めたままでキープです。手をしっかり下につきます。手を遠くにつく感じで背中がしっかり丸くなります。お腹にずっと力が入ったままです。これは非常にこれは辛いと思います。お腹も首も辛いと思います。だけどできる、頑張ればできる。首が痛い方頭を下ろして休んでください。もっと腹筋に効かせたい方は顎を上げてください。頭の重みがさらに腹筋に効きます。首も中もつらい、頑張りましょう。あと10秒。残り5秒。お腹と首が痛い。 OK、 ナイスファイト。今度は足を上に上げた状態で少し腰を浮かせる感じです。骨盤を動かす感じです。無理に上げなくてもいいです。骨盤を少し動かす程度です。お腹に1回ずつ力が入れば OK です。呼吸は意識しなくていいです。腰を丸める感じです。残り10秒。あと5秒。 OK、 ラスト、最後はゆりかご腹筋です。できれば腰をしっかり丸めた状態で動いてください。手でももを持ってください。気持ち揺れます。でお腹に効かないよって方は手の力緩めてください。お腹つらいよって方はももしっかり持ってください。揺れながら息吐きます。ふーふー、1回ずつ吐きます。お腹に効かない方手を伸ばしてください。最高にお腹に効きます。
腹筋は辛い、あと少し、めちゃくちゃお腹に効いてます。手を伸ばしてる方、ナイスファイトです。あと少し、お腹が辛い。うわお腹が痛い。お疲れ様でした。10分間よく頑張りました。もう最後のメニューをね、手を離すとめちゃめちゃ辛いですね、あれはね。でも最後にね、残り最後のメニューだ、追い込むぞって方はね、今みたいに手を離してやってみてください。でこういった動画は何回も見てですね、一緒に頑張っていくことでだんだんと習慣になってきます。でお腹もですね、腹筋早く疲れた方がいい気もするんですけども、ただお腹を引き締めたいとかいう場合は回数が多い方、時間が長い方がいいので、しっかり、ね、負荷のある腹筋20回とかいうよりも、とにかく長い時間お腹を使い続けるっていうことがポイントになります。今日も皆さんご視聴ありがとうございました。頑張った方よかったらコメントください。そしてコメント欄自由に使ってください。何月何日やりましたとかね、何回目丸とかね、そういった意味でコメント全然自由に使ってください。これからも頑張っていきましょう。お疲れ様でした。ご視聴ありがとうございました。